真面目な選手ですもんね。本当に矢野さんは、鏡のような選手ですから。なるほど。ここはショート取り出し、そして可能のプレーです ね今ね、これはファインプレーですよ、いや片岡さんおっしゃる通りコツコツと真面目な地味なプレーをこなしてますね。やっぱり矢野さんもですね、そのプロに入られてからしばらく中日の時はね、なかなか出番がなかったので、その本当に女房役というか人の痛みをね、知ったその、知った激励というのがありますんで、はい、まあ、その辺やっぱりあの加納も、その辺を見習ってるんじゃないですかね。そうですね、今のなんかね、はい、セカンドベースから一塁でしょ、悪送球、はい、だからよっぽどね最初から思って走らないと。そうですよね、追いつきませんよ、はい、まあ、いわゆる無駄走りになることが多いですよね。セカンドからファースト